今日は日本共産党の池内沙織候補の応援に参りました。なぜ文部科学省の役人だったのかですが、日本共産党の池内沙織さんの応援に来るのか、これは今の政権があまりにも腐ってるからです。このままにしておけないと私は確信しているから、ここに来ているわけだから。自民党は今や武力政党、国民の生活をないがしろにする政党です。結局大企業と富裕層のことしか考えていない。そして人よりも国が大事だという、国のために死ねる人間を育てるんだと、そんな教育を押し付けて、そうじゃないでしょう。この国のために死ぬ人間なんていらないんです。人間の命を守る国の方が必要なんです。私はこの政権は本当に腐りきっていると思っているんです。腐った匂いがブン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 私に匂うんですよ。ところが多くの国民は嗅覚を麻痺させられておりましてですね、なかなかその腐った匂いが伝わらない。ですから私がこうやってここに立っているのは、どんなに腐っているか、腐っている匂いがどんなにひどいものかということを皆さんにお知らせしたい。そしてこの政権を交代することができるんだということを知っていただきたい。今回の選挙はとにかく投票所に足を運んでいただきたい。政権を交代させられるチャンスなんです。こんなチャンスはもうなかなかありませんよ。幸いなことに東京12区の皆さんには池内沙織さんという候補がいるんです。この人に投票するということは、政治を変えて政権を交代させて、本当に国民のため平和のために尽くす政治を行う、そういう政府を作るってことなんです。ぜひ皆さん、池内沙織さんに一票を投じていただきたい。それが次の日本を作るということになる、私は確信しています。私は性暴力被害について取材をしているライターです。先日の国会で、共産党の小池晃議員が、痴漢について質疑をしてくださいました。昔も今も、子供や女性など、弱い立場の人が被害に遭ってきました。けれど小さな問題として自分たちで対処しなければいけない問題かのように扱われてきました。その問題を小池晃議員が質問してくれました。私は大げさではなく社会が変わったと感じました。子供が被害に遭う痴漢の問題を人々の安全や命に関わる問題だと捉え、真剣に考えて質問してくれたのは共産党です。ジェンダーの不平等を変えるために、痴漢やセクハラなどの性暴力、あるいは職場でのマタハラ、パワハラを真剣に考えることは避けて通れません。女性の政治家が増えることで日本は変わります。池内沙織さんのような政治家が社会を変えます。立憲民主党参議院議員の川田隆平でございます。私自身は、今から26年前、19歳の時に薬害エイズの原告として、当時国と製薬企業相手に裁判を戦っておりまして、その実名を公表し、この多くの人に薬害エイズ問題を訴えてまいりました。この国では、薬害という本来病気を治すための薬でもって命が奪われたり、健康が奪われる薬害事件が繰り返し引き起こされてきています。そしてこの国は感染症対策もずっとこの失敗をしてきました。薬害エイズもそうでした。C 型肝炎、B 型肝炎も、そしてこの新型コロナウイルスも全く感染症対策お粗末な公衆衛生でしかなかった。そして今もこの被害者の人たち、特に B 型肝炎などはいつ亡くなるかもしれない不安と抱えながら、今もこの問題ずっと放置され続けてきました。ようやく今年最高裁判決が出ましたけれども、それもまだ解決しておりません。そうした政治的な課題がたくさんある中に、本当にこの新型コロナウイルスの問題は今回国会で取り上げるべく、何度も野党がこの国会開会を要求したにもかかわらず、ずっとこの国会を開こうとしませんでした。そしてぜひ今回の総選挙、争点はもう皆さんご存知の通り政権選択の選挙です。未来を選択する選挙です。さあ世界で一番ジェンダーギャップがないこのアイスランドがどうしてそうなったのか、それを知りたいと思って行きました。アイスランドではもう女性の賃金のこの格差をなくすために、平等にするための法律があるんです。これをやはり日本に作らなければいけないと思います。これをぜひ池内沙織さんに
作っていただきたいと思います。私はこの女性の差別をなくすことが全ての少数者マイノリティの差別をなくすことにつながります。女性は少数者じゃありません。社会の中にあって女性は男性よりも多いんです。多いんです。だから男性が女性の問題に取り組むようになれば、女性の平等が取り組むようになれば、ジェンダー平等になれば、差別の問題、少数者が差別される問題は解決を大きくすると思います。どうか皆さん、この池内沙織さんは、そうした意味で先頭に立ってジェンダー平等の問題取り組んできた本当に数少ない国会議員です。国会議員は特色があっていいと思います。池内沙織さんのように、池内沙織さんといえばジェンダー平等というぐらい、この池内沙織さんの活動はまあそれに特化しているというか、ホームページを見るとそれしかわからないんですけども、まあそんなことないですね。はい、池内沙織さんにはぜひこのジェンダー平等以外のところでも頑張っていただいて、で今回私たちは消費税の減税、これをしっかり 5% にしていくこと、それをぜひ野党共闘で実現していきたいと思っております。政権をしっかり取ってこの消費税を変えていく、これは飲食業、そして観光業だけではなくって、すべての産業が IT 産業以外のすべての産業が経済が冷え込んでいるところを、30年間賃金が上がらなかったこの日本を変えるために、ぜひこの経済を変えていく政策をしっかり野党が共闘して実現できるように、どうか皆さんの力を貸してください。いけ、ここ十二区から、ここララガーデンからジェンダー平等を前に進めていきましょう。保育や介護、障害福祉、この分野はこれまで女性たちが家の中で無償労働として担わされてきた分野、女らしさのジェンダーロールです。今も一般の業種と比べると月10万円も賃金が低い女子供の領域と、この分野を下に見る政治が女性労働を低くとどめ置いてる。エッセンシャルワークをその専門性に応じて適正に処遇改善することは、女性の労働を高めていくことに直結します。女性の社会的地位を高めることに直結します。男女の賃金格差も深刻。平均で240万円、一生涯40年働けば1億円の差になる。女性という属性を経済的に弱い立場にとどめ置き、誰かや何かにすがらなくては生きられない、こんな状況を作り出すのは性差別そのもの。一方で男性は長時間労働を頑張って家庭を支える、こんなジェンダーロールに苦しんできました。2030年までに CO2 を 50%、60% 切り下げないといけない。この道をもし歩き通すことができなければ、地球は後戻りできない大きな打撃を受けることになる。グレタさんは言います。今の大人たちがこの CO2 削減に背を向け続けることは、子供たちの未来を不当に奪うことそのものだと。限りあるこの地球の資源を私たちの世代で枯渇させるわけにいかないし、巨大な台風、猛威を振るう河川の氾濫、この被害に若い世代を陥れるわけにいきません。この CO2 削減の責任ある政治を今度の総選挙で一緒に切り開きましょう。黙々二酸化炭素を出し続け、石炭火力に頼りきり、これから9つも新しい石炭火力発電所、自民党を作ろうと言っている。こんな勢力には皆さん、もう政権任せられない。CO2 削減、大企業から献金受け取らない。この日本共産党、まっすぐな力、グリーンジャパンを作って、クリーンな日本共産党で、ご一緒に前に進んでいきましょう。比例は共産党、東京十二区池内沙織に、ご支持の輪を広げて勝ち上がらせてください。よろしくお願い申し上げます。政権交代、真っ黒黒塗り、自民党公明党の政治を終わらせて、何より命、ブレずに貫き、皆さんの声が届く、新しい政治、カラフルな政治、痛みの声を私はしっかりと聞いて、決して聞き漏らさずに、共に国会に届けます。社会を変えよう。差別も性暴力もない、そんな日本、一緒に進んでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまの訴えは、市民と野党の共同候補、池内沙織候補でした。それでは、最後の弁士、日本共産党委員長、C. 和夫
前衆議院議員をご紹介いたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の志位和夫でございます。東京12区の戦い、池内沙織さん激しく追い上げまして当落戦場の大接戦になっております。地域医療構想といいまして、こともあろうに消費税を財源にして急性期のベッドを20万も削る、これ始めてるんです。話違うじゃないですか。皆さん、コロナで一番活躍し大事な役割を果たしている急性期のベッドを一方でね、医療の体制確保してくれと言いながら削っていく、こんな間違った政治ないですよね。しかもその財源を消費税でやるっていう、消費税を皆さんから取るときに何て言いました？社会保障のためと散々言ったじゃないですか。ところが社会保障を削るため、病院のベッドを削るために消費税使うなんて、こんな先まがいのことはやめさせようじゃありませんか。岸田さんは成長と分配の好循環、こう繰り返しております。私党首討論で岸田さんに、あなたの議論の一番の問題点は分配の仕方が歪んでる、このことを言わないことだ、こう言ったんです。この9年間のアベノミクスで日本の大富豪の資産は6兆円から24兆円に4倍になったんです。大企業の儲けは 1.6 倍になり、内部留保溜め込み金は133兆円も増えたんです。ところが働く人の実質賃金は年間22万円も減りました。つまり大金持ちと大企業が分配を独り占めにし、庶民の皆さんに分配が回らない、この分配の歪みこそ一番の問題ではないでしょうか。アベノミクスの理屈でトリクルダウンというのがあります。大企業と大金持ちが儲ければいずれは庶民に回ってくるというんですね。しかし皆さん、回ってきましたか？待てども待てども一向に回ってこないじゃないですか。トリクルダウンは起こらなかった。だったら皆さん変えましょうよ。ボトムアップ、庶民の皆さんの暮らしの底上げで経済を良くする道に切り替えようじゃありませんか。日本共産党は具体的に提案しております。中小企業への十分な支援とセットで最低賃金時給1500円に引き上げるじゃないですか。派遣パートアルバイト、使い捨ての働かせ方を改めて人間らしく働けるルールを作っていこうじゃありませんか。高すぎる大学の学費半分にしましょう。給付奨学金充実させ、入学金はきっぱり廃止させようじゃありませんか。そして皆さん、税金は大儲けしている富裕層や大企業に払ってもらいましょうよ。消費税は 5% に減税しようじゃありませんか。皆さん、岸田首相は口では新自由主義からの転換を言うんですが、今私が述べたような具体論になりますと全部に背を向けます。私この前の党首討論会で岸田さんにアメリカのバイデン大統領の4月の議会演説紹介したんですよ。バイデンさんこう言った。 1% の富裕層と米財界に公正な負担を、それに反対する人がいたら一体どこから税金取ってくるのか言ってほしい、こう言った。かっこいいじゃないですか。私このバイデンさんの発言紹介して岸田さんにぐずぐず言わないで見習ったらどうですかと申し上げました。でも相変わらずぐずぐず言ってました。じゃあ皆さん、ここは変えましょう。共産党伸ばしてください。野党共闘からしてください。池内沙織さんの勝利でみんなが安心して希望持って暮らせる日本に変えていこうじゃありませんか。第二は、皆さん、気候危機を打開して地球の未来に責任を持つ政治に切り替える。この問題は本当に待ったなしなんです。このまま行ったら若い人の未来を奪ってしまうことになる。どうしても私たちの責任で解決しなきゃなりません。ところが私驚いたのは、岸田内閣が先日発表したエネルギー基本計画。二つ驚いた。2030年の石炭火力の比率、19% と書いてある。皆さん、石炭火力というのはCO2 一番出すものですから、2030年までにゼロにしてくれと、
国連から求められているものなんですよ。それをこれから9つも新しいものを作って 19% も使う。皆さん、石炭火力は2030年までにゼロにしようではありませんか。もう一つ驚いたのは、2030年の原発の比率 20% から 22% と書いてある。冗談じゃないですよ。今原発の比率は 6%。20% 以上に上げるとしたら、26の原発全部再稼働しなきゃなんなくなる。福島のことを忘れたんでしょうか。ひとたび大事故を起こしたら、最悪の環境破壊をもたらす原発頼みを続けるというのは、全く未来に対して無責任な政治じゃないですか。原発は直ちにゼロの政治決断を求めようではありませんか。日本共産党は、気候危機打開のための2030戦略というのを発表しております。30年までに CO2 を 60% 最大で削減していこうという提案なんです。省エネルギーと再生可能エネルギーで社会の大改革やろう。この道進みますとね、雇用が増えるんですよ。254万人も雇用が増える。 GDP も増えます。205兆円も増える。未来ある道をご一緒に進もうじゃありませんか。この問題も選挙の大争点になってまいりまして、NPO 法人の気候ネットワークの皆さんが各政党の通信簿をつけたんです。気候危機にどれだけ真剣に取り組んでいるか、日本共産党20点満点で20点がつきました。自民党は何点か、0点です。どちらに地球の未来を任せることができるかは明らかではないでしょうか。この問題も池内沙織さんに新しい国会で頑張ってもらおうじゃないですか。第3はジェンダー平等の日本へのチェンジです。私はこの問題がまさに総選挙の大争点になってきた、そのこと自体が日本の社会の変化を表していると思うんですよ。昨日 NHK の党首討論会でこれがテーマの一つでした。何が日本のジェンダー平等を阻んでいるか、これが議論になりました。私は岸田さんには悪いけど、岸田さんに言いました。阻んでるのはあなたです。例えば皆さん、男女の賃金格差という問題がある。この賃金格差、日本は特にひどくて、女性は男性の 55% しかない。そして、障害賃金では1億円近い格差があるんです。この問題が根っこになって、例えば DV 被害が起こっても、なかなか逃げられない。いろんなジェンダー差別の根っこに、この問題あるんじゃないでしょうか。どうやって解消するか。私たちの提案は、企業に格差の実態をつかませて、公表させる。見えるようにする。これが一番だと思うんですよ。EU ではこれで解消してます。私この提案を記者さんにやったところ、なんて答えたか。情報公開の対象にいたしませんって言うんです。格差を見えるようにするどころか、隠してしまう。黒塗りにしてしまう。皆さん、こんな政治は、変えなきゃならない。こう思いますが、いかがでしょうか。選択的夫婦別姓の問題も大きな争点です。この前の日本記者クラブの党首討論会で、司会者の方が、賛成の方、手を挙げてください。こう求めたんで、私、当然、大賛成、手を挙げました。9人の党首の中で、1人だけ挙げなかった人がいる。誰でしょう。自民党の岸田さん、私このシーン体験しまして、2年前にも同じことあったなと思い出しました。2年前の同じ討論会で一人だけ手を挙げなかったのが当時の総理大臣だった安倍さんでした。皆さん、2回続けて背を向けては自民党はジェンダー平等アウトではないでしょうか。皆さん、この問題、日本の社会を大きく変えていくためには政治を変えることが必要です。あらゆる性暴力もなくしていきたい。痴漢被害のない社会をみんなで作っていきたい。誰もが自分らしく生きられる社会を作っていきたい。そのためにも政治を変えましょうよ。共産党を伸ばしてください。池内沙織さんを勝たせてください。野党共闘を処理させてください。よろしくお願いいたします。第3に第4に平和の問題も一言訴えたい。憲法9条という宝物を持っている。これを生かした平和外交で世界平和に貢献する日本にしたい。私たちはまず
取り組みたいのは核兵器禁止条約への参加であります。今世界中で核禁条約参加の大きな新しいうねりが起こってるんです。ノルウェーの政府はつい最近来年3月の核禁条約の締約国会議にオブザーバー参加すると決めました。 NATO の国で初めての快挙ではないでしょうか。それに続きましてアメリカの1400の市長さんが参加する全米市長会議というのがあるんですが、これがアメリカ政府に対して核兵器禁止条約に反対する態度を改めて賛成をきちんと言いなさいということを求める決議を全会一致で採択したんです。アメリカと軍事同盟を結んでいる国もアメリカ本国も大きく変わりつつあるじゃないですか。その時に唯一の戦争被爆国日本の政府がこれに背を向けているのは恥ずかしい限りではないですか。皆さん、政治を変えましょう。核兵器禁止条約に参加して核兵器のない世界の先頭に立つ、そして世界平和の先頭に立つ、そういう新しい政権を作ろうじゃありませんか。皆さん、4つのチェンジという話しましたけども、これを実行していくためには政権交代が必要です。で、今度の総選挙ね、野党が本気の共闘の体制を作って選挙を戦っている、そのことを皆さんに報告したいんです。私たちは本気の共闘のためには3つ必要だと言ってまいりました。一つは国民の皆さんから見て魅力のある共通政策を作る。二つ目はそれを実行する政権の姿を示す。三つ目は選挙で勝つために選挙協力をやる。この三点セット全部揃ってこの総選挙を戦っているということを皆さんにお伝えしたいと思います。今日も立憲民主党の河原さんに来ていただきました。全国どこ歩いてもね、共闘で選挙を戦っております。皆さん、この3点セット報告しますと、まず最初の第一の共通政策という点では、市民連合の皆さんと野党4党の党首が一堂に会しまして野党共通政策というのを合意をいたしました。20項目ありましてね、安保法制を廃止する、核兵器禁止条約の批准を目指す、辺野古の新基地は中止する、従来の医療費削減政策は切り替える、消費税の減税、富裕層への課税、脱炭素社会、原発のない社会、選択的夫婦別姓、そして性暴力根絶のための法改正、みんな入ってるんです。私、昨日の党首討論会で自民党の岸田さんや維新の会の人がいろいろと、文句を言ってくるもんですから、この共通政策読んでから言ってくれというふうに申し上げました。そして岸田さんにはこういった、ここに並んでいる20項目は岸田さんが逆立ちしてもできないことがきちんと書いてある、日本を変える共通政策を変えているということをご報告したいと思います。二つ目に、皆さん、それを実行する政権の合意も作られました。私、立憲民主党の枝野代表と党首会談をやりまして、新しい政権ができた場合は日本共産党は限定的な閣外協力をやる、これで合意をいたしました。限定と言いましてもね、実行するのは今言った20項目ですから、とっても豊かな限定なんです。日本を変える協力をやっていこうという政権の合意も作られたということをご報告したいと思います。共産党なんで閣外協力なのという声もあるかもしれませんが、私は6年前に野党連合政権作ろうと言った最初から閣内でも閣外でもどっちでもいいと言ってまいりました。要は日本の政治が良くなればいい。そうですよね。共産党は大臣のポストが欲しくてやってんじゃない。自公政権のどっかの党とは違うんです。皆さん、日本の政治が良くなればいい。そういう点では立派な合意が結ばれたと言えるのではないでしょうか。そして第三の選挙協力という点では、289の小選挙区のうち213で野党統一候補ができました。12区もそうですよ。皆さんのお力で、池内沙織さん、野党の共同候補になっております。皆さん、ここまで来たからにはね、野党統一候補、全国どこでも、自民党と公明党と、その補完勢力、維新を打ち破って、勝利しようじゃありませんか。特に12区では、池内沙織さん、どうか12区から国会に送っていただきたい。よろしくお願いいたします。
皆さん、ここまで本気の共闘の体制を野党が作って総選挙やるのは日本の戦後の政治史でも初めてなんです。野党は準備万端整いました。ですから私は訴えたい。あなたの一票で政治は変えられます。あなたの一票で政権も変えられます。政権交代を始めようじゃありませんか。この12期から始めようじゃありませんか。そのためにどうか日本共産党を伸ばしていただきたい。ぶれずに誠実に野党共闘の前進に力を尽くす日本共産党を比例代表でも伸ばし、そして12区からは池内さゆりさん、皆さんのお力で必ず今度は押し上げていただきたい。相手の候補は公明党ですね。公明党は皆さん自公政権20年やってきて安定の政治作ったと言ってます。しかし皆さん20年皆さんの暮らし良くしてくれましたか。医療も介護も年金も削る一方じゃないですか。福祉の看板を投げ捨て、平和の看板も投げ捨て、大臣の椅子欲しさのために全部投げ捨てたのが公明党であります。この党に負けるわけにはまいりません。どうか皆さん、今度の選挙、小選挙区ですから半分以上のご支持が必要なんです。ですから他の野党の支持している方はもとより、政党を支持しておられない方も、保守の立場の方々も、自民党支持の方も、今度ばかりはね、みんなで力を合わせて、この素晴らしい池内沙織さん、12区が生んだ誇るべき政治家を、12区から国会に押し上げてください。そのことを最後に訴えまして、私の訴えとさせていただきます。よろしくお願いいたします。ただいまの訴えは、日本共産党委員長、志位和夫前衆議院議員でした。お集まりの皆さん、オンライン視聴の皆さん、長時間にわたってのご静聴をありがとうございました。総選挙は31日が投票日。すでに期日前投票も行われています。東京12区池内沙織は一票を争う大接戦です。12区から政権交代を実現しよう。比例代表も大激戦です。東京の比例ブロック定数17で現有2議席を3議席4議席へと増やすため、日本共産党へのご支持を広げに広げ抜いてください。日本共産党の躍進、野党共闘の勝利で政権交代を実現しましょう。重ねてご支援をお願いいたしまして、本日の街頭演説を終了いたします。ご近所の皆様、ご協力を大変ありがとうございました。